気のテリーファンクがカムバック。今夜ハンセンブロディと激突。鶴田天竜は師匠ジャイアント馬場と対決。愛知県体育館から実況生中継。熱気と興奮に包まれました愛知県体育館超満員のお客様でございます。東京スポーツ新聞社の山田さん、はい、本当にこの愛知県体育館に世界のスーパースターが集まりましたね。すごいですね、もう本当にね、まさに豪華絢爛とその言葉しかないですね。そうですね。そして竹内康介さん、はい、この後日本指定コンビの対決があるんですけれども、何かドラマチックな感じがしますね。まあ、シングルタッグ含めて過去10年間にわたる構想がありましたけども、はい、今日はやっぱりパートナーにダッシャー君らを迎えてですね、新しい展開が、うん、見られそうですね。さて愛知県体育館からの全日本プロレス実況生中継、これより84年世界最強タッグ決定リーグ戦の公式戦2試合をお伝えしてまいります。まずはジャイアント馬場ラッシャー木村組対ジャンボ鶴田天竜組の対決でございます。両チームが入場してまいります。このリーグ戦は全日本プロレスの暮れの祭典といたしまして、今や世界のマット界に注目されているビッグイベントでございます。参加8チームによりまして11月の22日に開幕、12月12日の優勝戦まで激しい得点争いが繰り広げられています。もちろん優勝チームが今年度の世界最強タッグチームとして世界のマット界に認められます。さあ全日本プロレスの屋台骨、将来を背負って立つ鶴田天竜組入場してまいりました。今夜師匠ジャイアント馬場ラッシャー木村組と対決。リーグ戦では現在6点で第3位タイでございます。得点を伸ばしていますけれども、今夜は心情的には非常にやりにくい相手、どういうレスリングを見せるか。さあそしてテーマソングが変わってまいりました。ジャイアント馬場ラッシャー木村の登場。ジャイアント馬場のパートナーは手前ラッシャー木村です。過去ジャイアント馬場選手はジャンボ鶴田とチームを作りまして、2度優勝しておりますが、去年から指定コンビを解消いたしました。今年はラッシャー木村と新チームを結成。非常に戦力アップのチームではありますが、リーグ戦ここまで得点が伸びていません。勝ち点2点で大きくトップチームに差をつけられています。さあ今夜は愛弟子ジャンボ鶴田天竜の対決。公式戦試合に先立ちまして、日本テレビから両チームレフリーに花束が贈られます。ジャンボ鶴田天竜チーム、非常に緊張した面持ち、余裕のあるのは師匠格ジャイアント馬場、そしてパートナーのラッシャー木村であります。公式戦は30分の一本勝負です。両チームの紹介。熱血感天竜日本の伝統を守っています。インターナショナルヘビー級王者ジャンボ鶴田、最後の戦いの場を全日本プロレスに求めました。東証ラッシャー木村、プロレス界不動のエースジャイアント馬場。勝負の方は30分の一本勝負です。注目の名古屋決戦指定の対決、優勝に燃える若い白龍コンビか、それともキャリア20年のベテランジャイアント馬場ラッシャー木村組か。さあまず山田隆さん、この指定の対決、勝負の行方ですけれども、どうでしょう、どういうふうに分析して見てまいりますか。そうですね、馬場選手と木村選手のベテランチームに対して、今最も上昇パワーに乗っている白龍コンビ、これはもう常識的に見てパワーでは白龍コンビ若手チームの方が上ですね。ただ問題は総合力だと思うんですね、はい、今日の、ね、木村選手がねすごいファイトをね顔面に表してますんでね、この木村選手がどこまで行くかですね。さあ勝負の方はラッシャー木村が先陣を切ってリングに出てまいりました。額の傷は縦横にギザギザに切れております。東証ラッシャー木村、そしてインターナショナルタッグチャンピオンチームは先兵役のこの天竜がリングの中に登場してまいります。さあラッシャー木村がものすごいラッシングパワーを打たれてまいりました。ヘッドバットを 2,3 発打ってジャイアント馬場につなぎます。やや天竜後ろに下がりました。なお画面ブルーの三角状がジャンボ鶴田天竜のコーナー、赤い三角
場がジャイアントのバッター、そしてラッシャー木村のコーナーです。竹内さん、はい、このどのあたりに勝負の山が来ますかね。まあ、今年からですね、試合時間が30分一本勝負になってますからね、はい、そういう面であんまりスタートに行きますとね、やっぱり時間切れになりますからね、なるべくやっぱり10分過ぎから15分この辺りで勝負の山場になってきますね。さあ、これこそ真の師弟の対決です。天竜からジャンボ鶴田に今タッチが行われました。サイドのヘッドロックがっちりと持って、うまく体を交わした。早くもバックドロップの体勢、バックドロップの体勢、あの20世紀最大のレスラーと言われておりますルーテーズをしのぐと言われております。ジャンボ鶴田のバックドロップの体勢に入りましたが、さすがに師匠のジャイアント馬場、うまく切り抜けました。さあ、今度は馬場が打ちます。逆水平の馬場の攻撃。山田さん、過去タッグマッチでの指定の対決はいずれも決着ついてませんね。そうですね、全て時間切れですね。はい、まあこういった意味でね、なんとか今日は決着をつけたいというふうに鶴竜コンビとしては考えているんですよね。そうですね、指定の対決ではありますが、現在80年世界最強タッグ決定リーグ戦が行われておりまして、まずその得点経過をご案内したいと思いますが、4日後の12月の12日横浜大会優勝戦で世界最強チームが決定するわけでありますが、ここまでのリーグ戦の結果ですけれども、鶴田天竜組は現在6点、ジャイアントオーバーラッシャー木村組が得点伸びませんで現在2点でございます。鶴田天竜組はキッドスミス組に時間切れの引き分け1点、ドリーファンクジュニアテリーファンク組と時間切れの引き分け1点、タイガージェット氏マイクショーに勝って2点、キング鶴見に勝って2点、勝ち点6点。一方の馬場木村組はハンセンブロディに負けまして0点、ギャング鶴見に勝って2点、ドリーファンクジュニアテリーファンク組に負けて0点、ハーリーレースニックボックウィンクル組の負けて現在のところ2点でありますが、竹内さん、はい、ラッシャー木村ジャイアント馬場チームはちょっと優勝の望みはなくなったんじゃないですか。まあ、これでですね、全部残り全部試合に勝ってもどうそうですね、点が追いつきませんね。これはそうですね。さあ、ジャイアント馬場から画面の方はラッシャー木村につながれました。山田さん、パートナーのラッシャー木村が本当に闘争ぶりを発揮して小気味ファイトを展開してますね。そうですね、非常にねパワーがありますね、はい、今あの天竜選手がね、あのチョップ張り手のね連発を食ってね、ちょっと半分腰砕けの状態になりましたからね。いい体勢でジャイアント馬場に渡しましたが、天竜も非常に負けん気の強い男。さあ、トップロープに上がって得意技エルボー落としてまいりました。さあ、そのまま抱えてピンフォールの体勢、天竜がもちろん鶴竜コンビの切り込み隊長でございます。さあ、ここで天竜からジャンボ鶴田につながれました。今年84年最大の功労者。さあ、ジャイアント馬場を持ち上げるか、ブレンバスターで切って取るか、切って取った、きれいに決まりました。ブレンバスターで師匠ジャイアント馬場を投げ切りました。ジャンボ鶴田です。この辺り山田さん、非常に成長ぶりが伺われますね。そうですね、やはりあの非常に馬場選手というのは投げにくいと思うんですよ、はい、それを今やりましたからね。しかしジャイアント馬場をネックブリーカードロップで弟子ジャンボ鶴田をマットに叩きつけました。そしてさあ、ラッシングパワーが見られます。このチョップ鶴田も思い切って返す、ラッシャー木村もまた思い切って返した。すごい対決になってまいりました。ラッシャー木村とジャンボ鶴田であります。過去いろいろな団体を渡り歩いてきたラッシャー木村、しかし馬場のパートナーに選ばれまして、非常に息のいいレスリングを展開。さあ、ラッシャー木村を場外に送り出した。天竜が追い打ちをかける。天竜とラッシャー木村、場外乱闘であります。すごい勝負になってまいりました。まさに山田さん、両選手ともに気力充実ですね。そうですね、素晴らしいファイティングスピリットですよ。いや、感動しますね。愛知県体育館のお客様、超満員でありますけれども、まさに東証ラッシャー木村のファイト、そして天竜の息の良さに惚れ惚れしています。馬場が出てきた。16番の洗礼を受けました。天竜、顎が砕けたか、そしてカバズ掛けだ。カバズ掛け、リングの中央いったぞ。カバズ落とし、馬場もいいレスリングを見せています。竹内さん、はい、ジャイアント馬場はどうですか、今日の勝負。絶対に弟弟子に負けてませんね。それだけに馬場選手も燃えてますけどね、ラッシャー木村も負けずに燃えてますね。再び馬場から今度はラッシャー木村、おっとエルボーバットが当たりました。エルボーバットが当たります。馬場と木村のこの呼吸ですけども、山田さん、アウンの呼吸ぴったりですね。そうですね、今のところ非常にスムーズですよね。ブルドッキングヘッドロック、ラッシャー木村が燃えに燃えています。さあ、ジャンボ鶴田がここで再び登場してまいりました。パートナーの天竜の動きがやや止まったようです。再び
ロープに釘付け、あーっとラリアット、ラッシングラリアット命中、天竜キャンバスに沈んだ、ババがフォロー、ババがフォロー、ババがフォロー、おっとラッシャー木村にカバーに行けという指示、ジャイアントババが指示を与えました。ラッシャー木村ちょっと山田さんタイミング失いましたね、カバーのタイミング、どうしたんでしょうね、どうしたんでしょうね、今完全にいいタイミングでね、はい、ピンホール取れる状態だったんですかね。そうですね、もう一回ラリアット打った、2発目、いわゆるラッシングラリアットと命名されておりますが、すごい勢いでラリアットを打って、おっと天竜完全にダウン、天竜完全にダウン、動きは取れない、ジャンボ鶴田必死でフォローに行く、まだノータッチ、角竜コンビはノータッチ、おっと鶴田を場外に送り出した、鶴田を場外に送り出して木村が鶴田を追いかけていますが、木村の相手は天竜だ、木村の相手は天竜だ、場外激しく打ち合います、ヘッドバット、鶴田がヘッドバット、馬場が後ろに回ってリングの中に引きずり込もうとしている。パートナーのラッシャー木村、公式戦の福岡大会でもザ・パンクス戦でちょっと勇み足がありました。さあ再びラッシャー木村がリングの中に入ってまいりました。ここで円錐切りを見せておりますが、おっとこれはリングサイドに誰か立っています、誰か立っています、あ、元国際プロレスのこれはゴーリューマですか、ゴーリューマですね、そうですね、現在フリーの立場、ゴーリューマがいつの間にかリングサイドにいます。これはどういうことでしょう、現在は84年世界最強タッグ決定リーグ戦のリーグ戦公式戦です。ババが間に入ります、ババが間に入ります、ジャンボする立場ありません、パートナーは自分の相手は天竜、しかしちょっとおっと、ババをラリアットで倒した、ババをラリアットでパートナーの木村が倒した、大ハプニングが起こりました。マイケー井上もやってくる、ゴーリューマ私服ですけれどもリングの中で大暴れ、大変な公式戦になってまいりました。ババはまだリングの下でぶっ倒れている、ゴーリューマが出てまいりました。そして鶴見だ元国際軍団ですね、竹内さん、そうなんて完璧な軍団ですね、元国際軍団の3人がリングの中、ラッシャー木村とそれから鶴見五郎、そしてゴーリューマ、これがチームを結成して全日本プロレスの天竜、ジャンボ鶴田、ジャイアント馬場にめった打ち、待ってください、リング上ラッシャー木村のパートナーはジャイアント馬場ですが、どういうことですか山田さん、これは全くわからないんですかね、とどういうことでしょう、大ハプニングが起こってしまいました、いつの間にかゴーリューマが来ておりました、ゴーリューマの釣り目ドローもリングサイドに陣取って、これは元国際プロレスの陣営です、元国際プロレスの陣営がどうやらチームを作ったのか、竹内さんどう推理しますか、なんか手を握ったと見ますね、これはパートナーのジャイアントババと空中分解、今現実にそれが起こっています、こういうふうに山田さん申し上げていいんでしょうかね、そうですね、今の場面だかを見ますとね、はい、これも空中分解と言っていいでしょうね、そうでしょう、ね、その原因が一体どこにあるのか、はい、ちょっとね、わからないんですが、はい、さあ、大事な公式戦、リーグ戦ですが、ジャイアントボーとラッシャー木村は勝ち点2点でも優勝の望みは消えてはおりますけれども、今日はマナ弟子との対決でなんとか星を拾いたかったことでしょう、これがマナ弟子のジャンボ鶴田天竜チーム、ラッシャー木村の軍団が入ってきた時にもう鶴田も天竜も試合を忘れて馬場に加勢に行きましたね、そうですね、ただね、結果的にはその、はい、木村選手の試合放棄というふうにね、はい、発表されてるんですが、そうですね、これは鶴竜コンビとしてもすっきりした気分じゃないですよね、リングの中には菊池選手、大熊元志選手、石川隆選手、それから佐藤昭雄選手、全日本プロレスの、軍団が全員上がりました。さあ今の勝負ですけれども8分20秒、ジャンボ鶴田天竜組の勝ちでございます、試合放棄というふうに館内に告げられております。公式戦の方はジャンボ鶴田天竜組が8点に伸ばしました。土曜トップスペシャル今夜の全日本プロレス中継は愛知県体育館より実況生中継でお送りしています。